そうだね、エンジェルスから行こう。どうぞ、友野由美ちゃんです。大きな拍手お願いします。はい、そして佐々木みのりちゃんです。そして Z スイーティーズの七瀬奈々ちゃん、松田蘭ちゃんです。よろしくお願いします。わー、華やか、すごい。あ、応援タオルが。はい、ではですね、早速一言ずつご挨拶いただいてもよろしいでしょうか。はい、じゃあこちらのマイクでお願いいたします。はい、キーパーエンジェルズの友野由美です。ありがとうございます。皆さん集まりいただいてありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、みのりんこと佐々木みのりです。2024の七瀬奈々です。奈々ちゃん、ありがとうございます。はい、こんにちは、 Z スイーティーズ2024リーダーの松田蘭です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。なんかすごい艶やかですけど、これはもしや夏コスになるの？まだこれ夏コスってこと？あ、ちょっと蘭々にマイク渡して。はい、今回 Zent スイーティーズは夏コスパターン A です。パターン A です。はい、パターン A です。待って、ランラン、パターン A があるってことはもしやパターン B もあるんですよ。すごーい。はい、そうなんです。 Zent スイーティーズは夏になると浴衣も毎年着させていただいてるんですけれども、はい、今回夏コスはね、ちょっとドキッとする仕掛けも待っているということなので、ぜひ楽しみにしてください。はい、楽しみにしたいと思う。止まりませんね。そしてキーパーエンジェルズのお二人は、これはまだ冬ね、なぜかっていうとお披露目会がね、この後あるからですね。はい、それはね、また、お知らせしたいと思います。じゃあですね、カメラマンの皆さんも待ちきれないっぽいので、早速ね、撮影タイム行きたいと思います。撮影タイムスタートです。はい、さあではですね、毎回恒例ながら私の方から独り言っぽくね、皆さんをご紹介したいと思いますが、その前にまずね、スタッフが、はい、写真撮りたいのでね、いいですか。はい、写真をね、視線を合わせていただきまして、カメラマンの皆さんもね、ちょっとお待ちくださいね。はい、はい、よろしいでしょうか。それではお待たせいたしました、撮影タイムスタートです。はい、ではですね、毎回恒例の私の独り言紹介タイムを始めたいと思います。お邪魔にならないようにおしゃべりさせていただきます。まずはですね、キーパーエンジェルスのお二人からご紹介してまいりましょう。皆様から向かいまして、左側、佐々木みのりちゃん、みのりんです。せーの、みのりん。ありがとうございます。もうね、みのりんは私の頃から歯科衛生士として働いていて、名古屋の駅でスカウトされてモデルになりました。美しすぎる歯科衛生士として注目を集めています。昨年はね、ゼントスイーティーズとしてこのブリヂストンブース登場いただきまして、なんと日本レースピン大賞2023新人部門実行委員特別賞、そして東京中日スポーツ賞ダブル受賞でございます。すごいな、ありがとうございます。さらに東京オートサロン公式イメージガールにも選ばれるなど大活躍をされました。そして今年はですね、昨年からね、撮影し続けているさよならば5月の風のように、初主演映画も公開予定でございますよ。皆さん早く見たいね。はい、さらにですね、 K-1 ガールにも就任いたしました。はい、7月7日代々木体育館にてね、試合が行われますので、ぜひぜひ皆様、みのりんのね、ラウンドガール姿も応援していただきたいと思います。そして先週ですね、ブリヂストンをサポートしておりますスーパー耐久でね、ラフィーナレディとしても活躍されました。新曲のメロンソーダ飲みたいがトレンド入りするなど、はい、非常に大人気です。みのりんもね、キレッキレのダンスを披露してくれてますので、皆さんぜひぜひね、応援よろしくお願いいたします。さあ、そしてそのお隣、友野由美ちゃん、ゆっちです。せーの、ゆっち。ありがとうございます。もうね、この笑顔がたま
占い癒しキャラ満載のゆうちですけれども、ゆうちはですね、私ね、ゆうち本当すごいなと思うんですけど、レースクイーンになるためになんと15キロもダイエットをしたそうなんです。他にもですね、実用数学技能検定3級、日照簿記検定3級、北関東簿記検定3級、そして全商資産転宅1級、全商商業経済1級、全商簿記2級、全商情報処理2級、全商英語検定3級、すごくないですか。もうね、これを言っただけでもゆっちがね、どんな女の子かね、皆さん分かってくれると思います。本当にね、努力家さんなんですね。さあ、そんなね、ゆっちの横断幕ね、デビューということで設置されています。緑のね、お隣にね、ちょうどね、はためいていますので、皆さんぜひぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。そんなお二人、6月の15日ね、ここからほど近い名古屋にて、いよいよ夏コスのお披露目撮影会ございます。はい、ね、この日のためにね、今日はね、冬コスでいらっしゃるということなんですが、まだね、予約とか始まっていません。ぜひですね、 SNS をチェックしていただきまして、6月15日このスケジュールだけはしっかりと開けておいていただきたいと思います。さあ、そしてそのお隣ご紹介しましょう。38号車といえばゼントスイーティーズです。はい、松田蘭ちゃん、ランランです。せーの、ランラン。ありがとうございます。すごいね、声援飛んでますが、もうランランといえばね、昨年日本レースクイーン大賞グランプリ獲得です。おめでとうございます。そうなのよ、頑張ったのよ、ランランは。はい、さらにですね、私たちブリヂストンがサポートしておりますスーパー耐久のイメージがあるスイッチャー、昨年から継続で今年も大活躍です。ね、行った人手を挙げて、はい、ありがとうございます、ね、実は私も、ね、行ってたんですけれども、ランランの、ね、ステージ見ました。なんかね、本当はスイッチャーといえば、ね、3人で活動されてるんですが、急遽ちょっと2人の、ね、フォーメーションになってしまったということで、その場で、ね、フォーメーションを作り変えて挑んだ1回目のステージ、ランランどうでした？はい、1回目ですよね、はい、ちょうどマキさんを見ていただいてて、もう泣きそうでしたね。泣いてましたね。そうなの。はい、そうでね、ステージ降りて、で、ランラン可愛かったよって、生で全然ダメだった、はい、いや、これちょっと2回目見なきゃと思って2回目見たんです。もうね、完璧。あ、嬉しい、ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛かった。まあ、新曲もね、披露されて、はい、2回目どうでした、ランラン、完璧？2回目は 95% くらいですね。 95%、 はい、分かった。3人揃ったら 100% です。そうですね、はい、じゃあぜひですね、皆さん S 隊の方もね、足を運んでいただいてね、ランランのね、素敵な、ね、アイドル姿を応援していただきたいと思います。はい、さあ、そんなランランですけれども、今ねお話ししたスイッチャーのライブ、7月にね予定しているということで、都内でね、スマスマライブ予定しております。サーキットではね、なかなか見られない、ちょっと足を運ぶのが難しいという方もね、ぜひ都内のね、ライブハウスの方に来ていただければと思います。他にもですね、6月15日にはエモーションの撮影会、名古屋ということです。浴衣やね、コスプレ姿を披露してくださるということですよ、カメラマンの皆さん。さらに6月18日にはシントトロイデンテガールズのラストイベントも控えているということです。もう最後なんだね。はい、ぜひですね、皆さん最後までね、シントトロイデンガールズのランランも見届けていただきたいと思います。はい、そしてそのお隣、七瀬奈々ちゃんです。せーの、奈々ちゃん、ありがとうございます。はい、奈々ちゃんもね、2022年日本レースクイーン大賞新人部門グランプリでございます。すごいね、グランプリコンビよ。はい、まだね1年目ですけれど、5年後も10年後もずっとレースクイーンをやっていたいという奈々ちゃん、なんとこの春にヤングジャンプに登場するといきなりトレンド入りでございます。他にもフォーミュラドリームジャパンに参戦するエヴァンゲリオンレーシングで丸役を担当。他にもですね、写真集、これなんて読むんだろう、736035、合ってる数字でいいの、736035、まあ、これでこのね、写真集がヤンジャマンスリー全ストア4月期の第1位、さらにはデジタル写真集、刺激的に照らされてデジタル写真集ランキングマンスリー1位、素晴らしくないですか。
ね、女性ですけど私が見てもなんかねドキドキしちゃうようなね、すごいセクシーで素敵な写真集です。ぜひね皆さんチェックしてみてください。まあ、プライベートでもなんかバイクの大型免許取得したなんていうのちょっと見つけたんですけれども、本当？本当に？はい、大型バイク、私ハーレー・ダビッドソンが大好きで、ハーレーに乗って外国とか行ったりお台場に行ったりしてます。めちゃくちゃかっこよすぎます。ちょっと皆さんね、ありがとう。もう外国の方攻めていただいたら、もしかしたらもしかしたらなーちゃんに会えるかもしれません。さあそんなねお二人ゼントスイーティーズ、実はですね36号車担当のね寺地みのりちゃん、坂井ゆりやちゃんとねお二人もいらっしゃるんですけれども、4人で揃うのはスイーティーズのイベントだけなんですね。6月8日夏コスのお披露目イベント名古屋での開催、こちらはですね東京とは違うパターンの夏コスを披露してくれるということです。しかもオフ会はカラオケ、4人とちょっと楽しそうじゃないですか皆さん。ただね4部に関してはもうね締め切っちゃってるそうです。1部から3部もしかしたらねまだ枠があるかもしれません。6月7日金曜日までね予約しているということですので、興味のある方はぜひ行っていただければと思います。さあもうねお時間になってまいりました。カメラマンの皆さんよろしいですか。はい、じゃあちょっと視線合わせる時間あるかな、ありそうですね。はい、ではですねまず真ん中のカメラマンの皆さんに4人の視線を合わせていただきましてポージングお願いいたします。さあカメラマンの皆さん、どんどんアピールして4人の視線を独占して素敵な写真たくさん撮ってください。さあお時間ね限りがございますからね、どんどんどん、そうそうそういう感じでお願いしますとかね声を出すと、もしかしたら視線が集まるかもしれないですよ。はい、はい、よろしいでしょうか。はい、3、2、1、はい、そこまでです。じゃあ今度はね左側のカメラマンの皆さんに、はい、視線をお願いいたします。さあ、ね、カメラマンの皆さんそういう感じで、ね、どんどんアピールしてくださいね。撮影タイム限られております。なかなかねこんな近距離でゆっくり撮れるというのもねあまりないと思いますので、どんどんと、はい、声を上げていただいて4人の視線を独占してください。3、2、1、はい、そこまでです。じゃあ今度右側のカメラマンの皆さん、お待たせいたしました。私映っちゃおうかな、ちょっと開けましょう。はい、ではですねどんどんアピールしていただきまして4人の視線をお集めいただきまして、はい、なんか右側のカメラマンさんはちょっとなんか静かですね。なんかそうですよ、どんどん手を振っていただくとね視線集まりやすいですからね、よろしいでしょうか。はい、3、2、1、はい、そこまでです。さあね、いよいよこの後予選が始まりますけれども、じゃあエンジェルちゃんとスイーティーズちゃん一言ずつねファンの皆様にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。はい、たくさんの方が集まっていただきありがとうございました。38号車この後予選、大湯選手がね特に得意な鈴鹿ということで、いい結果が期待できるんじゃないかなと思いますので、皆様ぜひたくさんの声援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあみのり、はい、改めまして佐々木みのりです。お集まりいただきありがとうございます。38号車、もっともっとパワーアップして、新体制となってますので、皆さん一緒に熱い応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ続いて奈々ちゃん。はい、皆さんお集まりいただきありがとうございます。今日もね明日もすごい熱い予報となっているので、熱中症に気をつけてみんなで38号車1位目指して頑張るので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そしてラナ。はい、改めまして松田蘭です。38号車は2戦終了時にポイント14ポイントを獲得しております。はい、ポイントランキング現在7位でございます。たくさんもう太陽もすごい照りつけているので、皆さん水分たくさん取ってください。そしてブリヂストンさんのタイヤに期待をかけて1位を目指して頑張ります。皆さんたくさんの応援をよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。キーパーエンジェルス佐々木みどりちゃん、友のゆみちゃん、そしてデッドスイディーズ松田蘭ちゃん、七瀬七ちゃんでした。大きな拍手を送ってください。ありがとうございました。暑いからね頑張ってください。はい、いってらっしゃい。はい、皆さん大きな
しかったですね。